来たのはちょっと久しぶりですけど、4年、はい、4年ぶりくらいですね。あの頃は徹底選考でしたけども、はあ、今はもう、ね、だいぶ今柔軟になりましたね。今はもうそうですね、選考だけじゃ無理なんで結構もうね、出すときは出して、まあその展開によってはそうですね、うん、まあ行かせられないときは行かせないときもありますけど、うん、はい、あんま早いんで行かせたりも、そうですね、そうすると自分持たないんで、ね、なんか自分が持たないっていうイメージがまだまだなくて、いやいや今でも後ろ引きずり回すんじゃないかって。いやいや、そんなことないですよ。持たない人ですよ、やっぱり。まあそこのところはね、はい、キャリアを重ねるにつれて。そうですね。もうちょいなんかレースも幅広げたいし、もうちょっと。はい。それは砂漠レースとかも。まあトータルですよね。トータルで。はい。結局は最初に1着取れるレースといえば、ね、まあ、1着というかまあ3着に絡めるレースになればいいかなって思います。はい。しっかりラインを連れて。そうですね。ね、はい。明日も早速今日走っていこうと。10でした、ね、はい、さんと一緒で、はい、うまく流れを見ながらって感じですね。そうですね、細切れなんで、あんま考えすぎてもあれなんで、そうですね、思い切れとこうチャンスを逃さないようにして、はい、まあ、行きたいですね。一昔前だったらね、もうドカーンって。そうですね、一昔前じゃない、まあそこはそうですね、今はまあその時ながら見極めて、ね、はい、そうですね、はい、はい、だいぶ前回飽きましたけども、まあ、練習は普通にしてくれました。ただレース逆に走ってなくて、はい、そっちの不安の方が大きいですよね。あ、そうですか。なんか、あ、久々に来たなと思って。なんか、こう、たっぷり焼くと逆にこう、計画的に練習できて。練習は、はい、できましたけど、やっぱいざレースになると、ちょっと、やっぱ普段と違うんで。そうですね。はい。実践完備。ちょっと、そうですね。やっぱ、おうちモードになってたんで。競輪場モードに切り替えてるなって、やっぱり。じゃあ、この後の指定練習で切り替えてください。はい、ちょっと切り替えてます。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。